はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、妖怪ゲラポスティーニシリーズ、妖怪ゲラポプラスです。はい、これはパック版3章の妖怪情報シートとメタルポケットが一緒になってて、ゲラポスティーニのバインダーにセットすることでパック版3章が全種類収納可能になります。なので上を見ると妖怪メタル第3章完全データファイルって書いてありますね。表側はこうで裏はこんな感じ。ただこの商品の一番の目玉はこれですよ。これなんとレジェンドメダルの花咲か G がついてきます。あの手に入りづらいレジェンドメダルシリーズがこんな簡単に手に入るんですね。ということで早速開けましょう。では開けます。はい、中身を出すと中には表紙と、おー、超欲しかったやつですよ。花咲か G が大掛かりな段ボールに入ってます。これがゲラポプラスの使い方。で、メダルシートが、今回は1、2、3枚。そして情報シートが2枚と、最後はシール。ちなみにこのシールは前に紹介した通り、メダルポケットに貼るんですけど、下の方には大辞典に貼るカスタムステッカーもついてます。あと前にこのビニール部分が弱いですよって言ったんですけど、メダルポケット用の強化シールもついてましたね。とりあえずこれは置いといて、花咲か G を見ましょう。後ろ側のテープを剥がして、近づいてみると、おー、これで妖怪ウォッチ1の5体のレジェンドが全部揃いました。ものすごい光ってますね。まずは友達召喚しましょう。俺の友達、出てこい花咲か G。妖怪メダル、セットオン。何度聞いてもレジェンド召喚音声はいいですね。ちなみにゼロ式ではこのメダルは対応しておらず使用できません。はい、並べるとこうなります。武士ニャン、イケメン剣、シュラコマ、山吹鬼、花咲か G、 なんとか自力で5枚集めましたね。はい、では情報シートとメダルポケットを見てみましょう。メダルポケットは3シート入ってますから最大36枚収納可能で、情報シートは2枚あって、パック版3章の全30種類分の妖怪情報が書いてあります。1枚目で24体分と、2枚目は6体プラスレジェンドですね。あとはフリースペースになってます。なので厳密に言えば32体の情報が載ってます。情報としては種族とサイズと必殺技、それと簡単な紹介です。それではゲラポスティーニにセットしましょう。リングのロックを外して、まずは情報シートをセットして、そしてポケットを2枚、さらに情報シートと最後にメダルポケット。はい、これでセットが完了しました。ポケット、シート、ポケット、ポケット、シート。このフリーの部分のポケットはついてないんですね。では3章は全部揃ってますからすべてセットします。せーので、はい、できました。相変わらずポケットは入れづらくて10分ぐらいかかりました。そしてめくると、おー、綺麗に管理されてます。はい、近づいてみると、こうなってて、ちゃんと情報シートの上に妖怪メダルがありますね。でもやっぱり今回もメダルの重さで、このようにずれちゃいます。そしてシートごと、ページをめくると、おー、やっぱり両面にあると映えますね。これで第3章の30種類が全部揃ってるんですけど、こうやってみると、なんかさっぱりして見えますね。でも3章コンプは結構大変でした。元々のここの厚みがありますから、そんなに分厚くなってませんし、ちょっと重くなったぐらいですね。ただどうしても、このポケットのズレが気になりますから、付属のシールの、この強化シールを使ってみましょう。ポケットを外して、このシールを穴に合わせて、折り曲げて、貼ります。なんかシール自体も、すごいペラペラなんですけど、これで強化されるんでしょうか。で、バインダーに戻せば、これでしっかりと、あ、しっかりしてない。ダメだこれ。やっぱりずれちゃいますね。あー、強化シートをつけても、ほとんど変わらないですね。僕の印象は、あってもなくてもいいかなと思うんですけど、一応経年劣化は、防いでくれるかもしれません。ではせっかくですから、この名前のシールも貼ってみましょう。はい、貼れました。貼ってみると、案外豪華な感じになりますね。情報シートで透けるより、名前がはっきりわかります。シールは一回貼ると、
剥がせなさそうな感じですから、これは注意が必要ですね。ただ名前のシールを貼ったり、強化シールを貼ったりすると、せっかくシンプルなポケットが、ちょっと派手になっちゃいますね。はい、ということで、妖怪ギャラポプラスを紹介しました。情報シートとメタルポケットに関しては、今まで通りさっぱりした作りですし、定価も安いので、こんなものかなって感じです。ただこれには、花坂 G が付いてますから、これだけで買う価値がありますね。以上、妖怪ギャラポスティーニシリーズ、妖怪ギャラポプラスの紹介でした。